さん最近ね、金が釣れてるんですよっていうシーン欲しい。それちょうだい。あ、ほんま。俺が言ってるところまで取らなくて。その先端のちょっと南ぐらいか。なんかよう見た感じのところ。そうっすよ。多分急に帰る感じ。ここバイブレーションでいいと思うのね。B タイプ。あほんだ。ベジータ、ベジータしか使わなかったね。ダイナマイト野村さん、これ初バスでしょ。うん、すごい野村さん監修のハイドアッププロトルアー、通称たい焼きくんで、はい、50アップちょっと前見せてください。はい、最高イエーイ。はい、1月中旬の琵琶湖で見事55ぐらいかな、ビッグバスすることができました。で、まあ、使ったのは もちろんたい焼きくんなんですけれども、まあ、愛がね2つついてて、まあ、こっちがミノアクションで、こっちがバイブレーションモードってい こう可変するシステムになってるんですけど、今釣ったのはこっちにつけてバイブレーションモードで、こっちにこうノアレスのクイックチェンジャーの 1.8 をつけて、まあ、ちょっと潜らすような感じで使用しました。釣れるよね、ピラルク専用じゃないから。バスも釣れるから、てかバス用に作ったから、ちゃんとこれからね春もどんどんバス釣れる、乞うご期待。